さて、今週のうぶ主は何を占ってくれるのかな？大変だよ、霊夢。どうしたのマリサ、何かあったの？実はここ数ヶ月やってきた占いチャンネルなんだけど、一身上の都合で続けられなくなったんだ。こんなにも大人気チャンネルなのに。人気ねーよ。じゃあこのチャンネルはどうなっちゃうの？このチャンネルはね、新しくサッカー選手の紹介チャンネルとして生まれ変わるんだ。え？サッカー？いきなり？うぶ主は昔からサッカー少年だったからね。知識だけは無駄にあるんだよ。これまで溜め込んだ無駄を生かす場面が現れたんだね。うん。記念すべき第1回は今の日本代表で最も注目を集めている選手、久保建英選手についてだよ。久保建英選手か。いつの間にか有名になっていたけど、一体何がすごいのかわからないや。今回は、そんな久保の幼少期から現在までを紹介していくよ。楽しみだな。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。久保建英は2001年6月4日に神奈川県川崎市で生まれたんだ。随分昔から話題になっていたけどまだ21歳なんだね。2歳からお父さんと公園で練習を積み、その後3歳で地元のサッカークラブに入団したんだ。そんなに小さい頃からやっていたんだ。お父さんとの練習の成果もあってその時期から、めきめきと実力をつけていったんだぜ。小さい子が一生懸命ボールを蹴っている姿は可愛らしいな。ただ、この頃からただものじゃないエピソードがあるんだ。なになに？気になるよ。久保の幼稚園で毎年恒例のジャガイモ掘りが行われた時のこと。リュックいっぱいに詰め込まれたジャガイモは、重さなんと 11.4kg。久保はそのジャガイモの入ったリュックを背負い、畑から幼稚園までの坂道を40分かけて歩いたんだ。へえ、幼稚園児なのにそれほど強靭な肉体を持っていたんだね。私にはとてもじゃないけどできないよ。足腰もそうだけど幼稚園児とは思えない根性だよね。小学校に上がってからの久保は小1にして恐ろしいほどのサッカーセンスを持っていたんだ。当時の監督に対しても、相手の背後の取り方やポストプレイの仕方なんていう、ハイレベルな質問ばかりしていたらしい。すでに基本ができているからこその発想だね。1年生なのに、体格で劣る4年生と試合をしても互角の久保。監督がなぜそんなにドリブルが上手いのかと聞くと、相手を見て重心がどっちにかかっているかを確認して、逆に動いている、と答えたんだ。すでに中学生や高校生レベルの考えを持っていたんだね。そんな久保の運命を大きく変えたのが8歳の時の出来事なんだ。幼い頃からバルセロナへの憧れを抱いていた久保は、日本で開催されていた FC バルセロナキャンプで MVP を獲得し、FC バルセロナスクール選抜としてベルギーで開催された大会に出場したんだ。この大会でも輝きを放った久保は、チームが3位に終わったにもかかわらず、またもや MVP を獲得しているよ。どこでも MVP を取っちゃうんだね。この時幼くして海外でプレーしたことが、久保の人生に大きな影響を与えたんだ。小学校3年生で地元川崎フロンターレの下部組織に入団したんだけど、1年後には FC バルセロナの下部組織の入団テストに見事合格。母と弟と一緒にスペインへ渡ったんだ。4年生から海外でサッカーをしているなんて驚きだよ。そして、そこについていく家族もすごいね。その後は地中海カップアンダー12で得点王と MVP を獲得したり、順調に海外でキャリアを積んでいたんだけど、久保が13歳の時に事件が起きたんだ。何があったの？バルセロナは世界中から優秀な選手を獲得するために、海外の多くの少年を下部組織に呼んでいたんだけど、これが FIFA で問題視されたんだ。確かに小さい頃から囲い込むってちょっとずるいもんね。FIFA 側は再三警告していたんだけどバルセロナ側はこれを無視。怒った FIFA は強硬手段に出て、これまでの制裁として久保たちの、公式戦の出場を禁止するという処分を下したんだ。選手は一生懸命、練習に取り組んでいただけなのにかわいそうだね。落ち度はバルセロナ側にあるからね。4年以上も試合に出られないことに困った久保は、結果として帰国することにしたんだよ。日本に帰ってきたのはこんな事件があったからなんだね。日本に帰ってきた久保は FC 東京の下部組織に所属。そして中学校3年生の時には飛び級で FC 東京アンダー18のチームに、昇格を果たし、クラブユースサッカー選手権では、中学生ながら得点王に輝いたんだ。高校生を相手にして中学生が得点王に輝くなんて凄すぎるよ。そして15歳にして FC 東京のトップチームに西登録されたんだ。これは J リーグ史上最年少記録なんだよ。若干15歳にしてトップチームの大人と渡り合うようになったんだね。中学3年の11月には J3 での試合に出場。翌年には J3 の開幕戦で初の先発フル出場を果たしているよ。まさに順風満帆だね。FC 東京とは16歳でプロ契約をしたんだけど出場機会に恵まれず、自身のさらなる成長のために横浜 F マリノスに期限付き移籍。ここでは自分自身と向き合い、自分の足りないことを考えて、練習に取り組むなど、メンタル面で成長したと語っているよ。まだ高校生の年だもんね、悩むことも多そうだわ。翌年 FC 東京に復帰した時には驚異的な運動量と、
守備意識の向上を見せ、チームになくてはならない存在となったんだぜ。ただ幼い頃からの夢を追いかけてこの年のシーズン途中で、レアルマドリードへの移籍を発表。その後は様々なヨーロッパのチームを回りながらキャリアを積んでいるんだよ。まだまだ成長途中なんだね。まだ21歳だからね。日本代表には選ばれているの？もちろんだよ。特に印象深かったのは昨年のオリンピックだね。グループリーグでは南アフリカ、メキシコ、フランス相手に3試合連続ゴール。他の試合でも攻撃の中心として活躍したんだ。大活躍だったんだね。みんなの期待に応えるあたりがさすがだよ。ただ、特に私たちサッカーファンの心に残ったのは3位決定戦の、メキシコ戦じゃないかな？どんな内容だったの？自慢の足技で何度もゴールに迫る勢いを見せて、最後はしっかりとアシストを記録。それだけでも十分だったんだけど、日本はこの試合 1-3 で敗北。この時久保はこんなに悔しいことはないというコメントとともに、ピッチに突っ伏して泣き続けたんだ。熱い男なんだね。なんだか応援したくなるよ。久保の全盛期はこれからだからね。彼はまだまだこんなもんじゃないよ。これからも久保建英選手の活躍に期待しよう。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル自体が大きく変わってしまったから、登録者数が減らないかビクビクだよ。大丈夫なんとかなるよ。本当かな？ところで次は誰を紹介してくれるの？しばらくはみんなが大好きな超有名日本人選手だよ。一体誰かな？ワクワク。ぜひ楽しみにしていてね。それでは皆さん、さようなら。